株式会社格安は1921年に格安酒店として創業し、1982年株式会社格安を設立。2002年には称号を株式会社格安に変更し、事業名も何でも酒屋格安に統一。酒のディスカウントショップから宅配中心の業態に大転換を果たしました。現在東京のほか、神奈川、埼玉、大阪などにもエリアを拡大し、売上高はおよそ1100億円。酒類量販チェーン何でも酒屋格安は都内を中心におよそ140店舗を展開。何よりも顧客の視点に立ったサービスを提供することを心がけ、365日年中無休、東京23区全域でビール1本から無料で届ける宅配サービスを実現しました。業務用酒類卸売部門では関東、関西に12カ所の大型物流センターを構えているほか、銀座や六本木などの主要繁華街には配達専門の拠点となるサテライトステーションを30カ所近く配置し、クイックデリバリーなどきめ細かい物流を実現しています。得意先様に対する、請求書の発送を、行っております。月間でおおよそ、1万通を超える、請求書を発送しなければいけないんですが、月初についてはそれを、3日4日までには全て終わらせなきゃいけない。で、実際に封鑑作業ができるのは、3日4日その2日間でやらなきゃいけないところが非常に大きな課題でありました。期間が閉まる、1日2日の間に、全てのそのデータを固めなきゃいけない。で、ただそれを固めてから出力、封鑑したんでは間に合わないスケジュールでしたので、前倒しして1日ないしは2日の日から出力を始めておりました。で、そうしますと、かなり後で差し替え作業だったりっていうものが発生してましたの で、そんな時にピスニボーズさんの製品を目にしたものですから、で実際にショールームで見させていただいた時には非常に速いスピードで、今までの体感速度のもう倍以上のスピードがあったものですから、そうしますと、何も1日2日に見切り発車しないでも今までのスケジュールを崩すことなく、完了できるんではないかというところが導入に至った経緯でございます。まず画面が大きいっていうところで操作性が非常に分かりやすいですね。厚みのあるものなんかはやっぱり今まで通らないとテープで印刷してそれを貼り付ける。ただその操作が前の機械だと非常に分かりづらかった。ただ画面が大きいせいで、また何をどの順番で押していいのかも案内がやっぱり出てますんで、非常に分かりやすく操作性が向上していると思います。スタッカーのところにおおよそ100枚ぐらい貯められるんで、逆を言えばその100枚貯まるまで違うところに目を向けてられる、つきっきりにならなくて済むというところも大きなメリットであると思います。その他に9枚以上になると今まで機械の方では封入封鑑できなかったんで、手作業の方に回ってたんですが、今回この機械については25枚まで確認の封筒で対応ができるというものがそこで分かりまして、で今まで手作業でやってたそういった対応のものも機械の方に任せることができると。この機械入れたことによってうちの部署については残業時間が大幅にカットされまして、先月の事例で言えば、8時にはもうほぼ全員帰宅しておりました。まだまだ機械では行っていない手作業の部分が多いものですから、その部分についてはさらにピチニボーズさんとご相談しながら、やはりこの部分はやっぱり手じゃないとできないというふうに諦めたものまでやはり機械化できないかというところでいろいろご相談に乗っていただければ、またさらにこういった効率化というところにつながるんではないかというところを期待しております。